はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。先日、メール党員様限定懇親会をやったんですけども、そこでいらしたですね、メール党員様、豊島区、住んでらして、支援者様なんですけども、池袋に来てた、茂木幹事長を見かけて、記念撮影してもらったそうなんです。去年のことですか？参院選前にね。こんな感じ。で、トイプードルの〇〇ちゃん、飼ってらっしゃるんですけども、この日から、咳、震え、食欲不振など、体調不良になってしまいまして、顔もなんか絶望したような顔してますけれどもね。動物病院に何回か通院してですね、トータルで30万近くかかっちゃったなんて、うわー、まあ今は元気になってよかったんですけれども、茂木幹事長、なんか負のオーラでもあって、人や動物の精気でも吸い取るのかなーってちょっと思っちゃいまして、なんせこの顔ですからね。全国県議会議員選挙、結果、共産党さん、新潟、福井、静岡、熊本、福岡県で議席ゼロ。あはは、達成。全員落選。共産党がいない県議会に、躍進しました。共同通信、代表選挙を言い出した党員を除名したのは影響したのでは？なんて願望書いておりますけれども、一般反応です。クソ様、爆笑しかれ。共産主義自体がオワコンだし、やっぱ粛清が響いてるよね。気持ち悪いから仕方がない。惨敗した責任は取らない。共産党政権になったら選挙なくなってしまうし、これでも C 和夫はやめへんで。普通の人は共産党ってだけで警戒しちゃうよ。恐怖の C 帝国だとバレちゃったもんなーと。いいなーと。共産党がいない議会、羨ましいなー。豊島区は36人中4人が共産党で、そのぐらいの数でもですね、くだらない質問、難癖で散々時間稼ぎして議事妨害しまくってましたよ。もううんざりだった。何の議題か忘れましたけれども、最初の委員会でですね、共産党議員が言ってんのは頭おかしいって言っちゃって、私、心配したですね、松下委員長、自民から発言なかったことしますか、聞かれちゃったもんね。議事録から削除しときますか、いやいいです、本心から思ってるんで削除しなくて、言っちゃったんですけど、確か給食費無償化の話だったような気がします。給食費無償化しろって共産党やら、あとどこだ、立憲やらが騒いでたんですけれども、こっち側はね、そうすると部分的な生活保護になってしまうで、ひどい親になると、給食でいっぱい食ってこいなんつって、家でご飯食べさせてくんないくなるような、そういう事態も考えられるということで、自民党とか私とかは反対したんですけれども、共同通信は党員除名のせいにしたいようだが、差にあらず。共産党がいない議会が5個も誕生してしまった、ことに差にあらず。シンプルに共産党員が減ったせいでしょうね。自然減でね、現在年間死亡者数は140万人程度なんですよ。その大部分が高齢者である。年が上の方から4年間で600万人程度減ってる。前の選挙よりも4年経ってますから、600万人程度減っている。数年前すでにですね、共産党員の平均年齢は70歳って言われてたんですから、今では平均年齢が74から75歳になってるんじゃないでしょうか。投票者も減ってるし、元気に駅頭に立つ運動員も入院やら通院やら施設入所やら、あとは杖つかないと歩けないようになっちゃったやらで、減ればですね、政治活動の量も減っちゃうと。つまり有権者の入れ替わりが起きてんですよね。情弱とそうでない人と、一概に情弱とも言えないですけれども、高齢者と若者の入れ替わりができている。4年も経つとね、
18歳以下だった人も22歳ってなってて、まあ立派な有権者ですよ。情弱でない人は共産党なんかとんでもねえって知ってるし、ゆっくりだが着実に共産党は消滅していきますね。なんせ違憲したものは排除するんだから、いつまで経っても何の事情も何の改善もしませんので、若者を引きつけるのは無理ですよ。今回の選挙でですね、共産は全国99議席から、75議席に減ったそうで、これもめでたいです。今回41で選挙やったのかな、2議席ないんだ。平均して1議会に2人いないんだ。共産議員。いいなぁ、めでたいなぁ。ファッション共産党、実は中核派、令和はどうなんだって話なんですけれども、埼玉、静岡県議選、県会議員に2つ、札幌、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡市議選、これ大阪が2つあるのは、地区が違う、政令指定都市なんで、大阪市の〇〇区で3枠とか、そうなりますんで、区2つに立つんですね。9人擁立したんですけれども、全員が最下位落選だって、全員が落選じゃなくて、全員が最下位で落選、快挙を達成いたしました。一般反応です。義勇法とか昭和の真似してたから、つまらんパフォーマンスばっかしてるから、むしろなんで躍進できると思ってんの、仕事してるように見えんし、イーロンマスク、ツイッターになったし、ツイッターにはあんなに支持者がいて、声がでかいのになぜ。まあ、少数でギャーギャー言うやつが揃ってんでしょうね。昭和の亡霊、中核派、極左って、都会病だしね。第一に続き、第二共産党もボロ負けで、あーよかった、と。ボロ負けなのにですね、ツイッターで勝利宣言している令和支持者が痛々しいですね。これは逃走しながら勝ち宣言っていうあれであります。負けを認めると死んじゃう病気に変わってるらしく、まあお察しくださいというところで。共産令和、社民の次に頭がおかしい。自分でしたものを片付けもせず、焼肉屋を後にする立憲の41道府県議選、成績は200議席から185に減少。ちょうど共産党の倍ぐらいですね。一般反応です。それしか減らないことに驚き。野党共闘ってまだやってたんだっけ？もう増やせないみたいだな。小西を放置してるからだろう。誰も責任取らないんだよな。共産ほど減らなくて無念、残念、残念無念。こちらも小西がというより有権者の入れ替わりでゆっくりゆっくり衰退していくんじゃないですかね。元は社会党だからなんですね。小西のツイッター気違い投稿はテレビニュースではやりませんし、我々は小西頭おかしいな、知ってますけれども、テレビしか見てない人はそれほど小西の情報を知っているわけではない。立憲大串選対委員長、小西発言が影響した感じは受けなかったって言ってるし、立憲支持者は知らないんですよ。小西のひどさ。今時ですね、情弱じゃなかったら、立憲なんかの支持者やってねえしね。一般反応です。自民逆風の中で、立憲の議席が微減って、実質負けでは、危機感ゼロ。事情効果は期待できず。まあいいんじゃない？ということは、立憲そのものが泥船状態。泥船通貨すでに着底。消えてなくなり、反省できない猿以下と。政権交代なさそうで安心です。すぐにではないが、維新が野党第一党を奪いそうですね。大阪府議会、大阪市議会の、自民党の成績なんですけれども、府議会16から7へ。わ、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 大阪市議会17から11へ半減し、大惨敗。大阪の自民は全然ダメ。わ、わ、わ、わ。勝ったのは維新で、単独過半数達成、どちらも。府議会では7割弱を占めました。市議会では単独過半数を達成しました。で、維新大勝利と。大阪はですね、維新が好きなようにやれる4年間の開始ですね、これね。なんでも大阪自民はですね、反維新を掲げて、共産や社員と選挙協力したようで。したようで、貧すればドンスとは、言えどもですね、節操なさすぎだろ、お前ら。
どうなってんだ大阪自民は。自民の本部はそれ許したのかって話なんですけど、一般反応です、極左となんか組むから辻元や枝野が自民候補の応援に入ったって本当、それ応援になるんかいな。大阪自民気が狂ってるな。自由共産党こえー、自民共産合同演説会も開催されたみたいであります、ダメだこりゃって感じですよね、大阪自民ですね、全員特会以外治療方法ないな。まあ、個人の感想ですけれどもね、市長選結果、市長だの知事だの、旧都道府県知事選、六政令都市市長選が行われ、自民系と維新系で独占したそうであります。武蔵野市や世田谷区のようなパヨった市長は排除されました。めでたい。まあ、自民と維新だからってパヨってないとは言いませんけどね。一般判断、小西先生が頑張ったのにどうして。小西君の影響力は絶大だな。自民、サンキュー小西。大阪では惨敗だったが、他では検討したようですね、自民ね。大阪を除く40議会で第一党となりました。24議会では単独過半数を得ました、自民が。今回の統一選はですね、自民と維新の勝利ということで、良さげであります。日本改革ともですね、都道府県議会選挙に擁立できるように、地味に地道に、精進いたします。この前の都議会選挙に4人擁立したんですけれども、まあ、全員落選しちゃいまして、やっぱまだ無理だな。地道にちょっと底力つけねえとダメだな。って反省した次第であります。何にせよ、共産党がいない議会が5つも誕生して、よかったよかった。この議会は議論がすっごいはかどりますよ。私が保証します。経験者の私が、保証いたします。機密取扱い適正審査制度、セキュリティクリアランスについて、高市経済安保大臣、違反は、懲役10年、特定秘密保護法と同じぐらいの懲役がマスト、と答えました。ということは、特定秘密保護法違反は、懲役10年なのかな、最大でね。パヨが死に物狂いで、高市さんを落とそうとする理由が、これですね。一般反応です。素晴らしい。どんどん進めてくれ。あらゆる手段でなりふり構わず攻撃される理由がこれ。またパヨに変な言いがかりつけられちゃうな。自民党内の中国派からも攻撃されてるし、これが成立して困るのはスパイ。スパイ。なー、特定機密保護法と合わせ技で、部分的にですね、スパイ防止法を担ってますね、スパイ防止法一部だけ、担ってますね。パヨどもがなりふり構わず高市さんを攻撃するわけだな。これはマネロン防止法や安保法改正と同様に、まあ米国からの要請でしょうね。中国とことを構えるにあたって同盟国日本から情報がダダ漏れでは困っから、こうやってやろって言われたんでしょうね。なので高市さんが抜けても誰か代わりに進めるんだけど、パヨは短絡的でバカなので、高市さえいなければって、かつての安倍が見たく無条件で高市さんを憎んでると。まあ短絡的でバカじゃないとパヨなんかやってらんないですけどね。ほっこりニュース、ツイッター廃人原口和弘、1週間で200ツイートしちゃうっていう、衆議院議員イメージチェンジに成功。こちらであります。明らかにですね、なんか違和感、強烈な違和感を感じませんでしょうか皆さん。一般判断です。室内では帽子を取れ、ヘルメットかな、むくんでるな。トランプのコスプレ完全にアウトだろ。誰も止めなかったのか。誰も止めなかった。影武者だよ。難病治療かもしれないから突っ込めない。まあ抗がん剤で髪の毛抜けって人もいますからね。笑わしに来とんのか。もっといいのかよ。もっといいのかよ。ちょっと太ったっていうか、むくんでるっていうか、まあ問題はそこじゃないですけどね。まあなんですね、ありのままの自分をさらけ出せない人間には何も任せることはできませんな。過去にはですね、亡くなっちゃったけど、オナが沖縄県知事とかね、まあありのままをさらけ出せない人、私もですね、いただいたカツラ持ってますけれども、まあこんなのね。
豊島区議会にこれをかぶっていこうと思ったことなんかは夢にも思ったことないですね。豊島区議会、これあの国会の外交委員会でかぶってきちゃったんだって、原口で、あの日本は孤立している、これなんかこの時熱弁しちゃったみたいなんですけど、つい最近なんですけども、孤立してんのはおめえだって感じなんですけれども、すげえおかしい。まああのオナガ、あとはね、かぶり物ではないんですけれども、枝野幸男散髪大失敗っていう事件もありましたよね。まあ枝野はあのありのままの自分をさらけ出していて、原口よりはちょっとだけ正直者なのかな、なんて思いますけれどもね。というわけで、共産党がいない議会が5つも誕生して、めでたしめでたし、このムーブをですね、全国に広げていって、全国のあの議会で着実に一つ一つ、共産党がいない議会が増えていくといいなぁ、と思っております。メール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックしていただいて、そちらからご登録してください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。